Love Brightness Soul 小林まどかことだまインタビューことだまインタビュー今回から2回にわたって画家であり作家の長谷倉美由紀さんをお迎えします長谷倉さんは生きる喜びをアートや文で表すほか 芸術から科学、ファッションデザインまで、ジャンルにとらわれない幅広い活動から、ミラクルアーティストと称されています。とりわけ、史上溢れる絵画は、日本を代表する画家として、美術館での展示のほか、世界の美術シーンで活躍中。2017年には、インド国立ガンジー記念館より、芸術文化部門における国際平和勲章を授与されました。 さて、令和初日の八ヶ岳でのイベントでお会いしてそこからすぐにインタビューのオファーをしたら快諾してくださった長谷倉美幸さんこの前編ではご自身の画家へと導かれていった道のりやまた脳卒中の時の驚きのエピソードまで伺いました物事の考え方や向き合い方がとても自然体で改めて人生のお手本にしたい女性だなっていうふうに感じました 今人生のどん底だという方。みゆきさんのこのお話が何か一つの光につながるかもしれません。それでは最後までお楽しみください。言霊インタビューそれではゲストをお迎えします。作家であり画家でもいらっしゃる長谷倉みゆきさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょうど平成最後の日。 そして、令和初日の日を、夏畑でご一緒させていただいて。はい、本当ですね。ね <laughs> であの時にも、ちょっとこの令和の時代に向けた心のあり方みたいな感じのお話を伺ったんですけれども。 あの、みゆきさんを本当私はインタビューずっとさせていただきたいと思っていて、はい、ありがとうございますで。あの時にご縁を頂戴できたので、もうすぐにあの東京に戻ってえっ、えー、何月何日いかがでしょうかということで、はい、この日をあのお時間いただけることになったんですけれども、ちょうどあのタイミングで言いますと、みゆきさんの札幌での個展がありまして、はい、それが終わって数日ぐらいですかね。うん、そうですね。うん フェイスブックで私、みゆきさんのオフィシャルの方のフェイスブックの方もフォローして拝見してきたんですけれどもあ。ありがとうございます。会場の様子とかも写真でたくさん掲載されていましたし、はい。あ、すごい大勢の方が足運ばれたんだなぁなんていうふうに見ながら、ありがとうございます。っ思っていたんですが、はい、それこそ全国のツアーを今、うん 真っ只中ということで。真った中ですね、えーあの。印刷物になると平面だから、わ、えー、かんないんですよね。でも原画って結構ボッコボコ、えー、ボコボコっていうかね、あ,えー、あの、えー、指示体っていうキャンバスの上に重ねて描くんですが、えーはい、そこをかなり、えー、時間かけて作り込むんですね。 やっぱり原画はちょっとやっぱり平面とは全然違うというか。またそのね、ライドが当たった時の凹凸とかを見られたりするのは生で見る醍醐味ですもんね。そうですね。あと、やっぱり指示体の中にね、水晶の粉末ですとか、あの、もう粉末状になったものが練り込んであるので、そういう意味でも結構パワフルなんですよ。ああ、そうですか。じゃあ、はい、それこそ絵の前に立ったら何か感じる敏感な方って、 ええと、敏感じゃなくても結構、ぼーっとしちゃうらしくって。そうなんですか。古典は一回普通はね、来たら終わりなんですけど、毎日来て、私の場合はアート欲って言って、すべ、えー、てはエネルギーでありバイブレーションなんで、その,あのバイブレーション、アート、お風呂入るみたいな感じで、アートから来るバイブレーションを受け取って、 で、そしてその中にある、えー、自分とこう一緒のところっていうのかな。はいはい、やっぱり何か感じるとか共感するっていうのは自分の中にある要素を見ているので、そのアートという形態を通して、えー、こんなバーベリッシュを感じたりするアート欲を楽しんでねっていう、そんなコンセプトなんです。それこそあの月光欲の欲ですよね。そう,そ,うそうです、そうです、そうです。浴びる、はい、っていうことですよね。浴びるですね。 なので結構毎日来られる方が多いので、えー、まあいっぱいになっちゃうっていう,そ,うそんな感じです。そうですか、はいえ。今まであの、何点ぐらい仕上げられたんですか数百点。 あると思います。えっ、ー、と、私、カレンダーを毎年出してましてね。はい、で、あれが1996年から出していますので、えーえー、そう考えると単純に1996年からだから、今も25年近くかける12枚は書いてるということですよね。えー、そういうことですよね。うん、もともと絵を描くということを、プロとしてのお仕事にしていこうって思って い,たのは小さい時かや、そうでもないですいや <laughs> いうか、なんかなっちゃったみたいな感じですね。<laughs> もちろんその絵は好きでしたし、えー、なんかやっぱり絵の仕事はしたいなとは思っていましたけれども、えー、親からそんな絵描きなんて貧乏だよとか、そんなもんかなって思っていて、えー、普通に英文化っていうか、全然関係ないところに行ったんですが、はい、でもやっぱり絵はやりたいなと思って、その後、 あの、む、むさびってあるんですけど、はい、その通信、通信なんですが、<ー>北海道だったんで、行ったり、でもやっぱりちょっとそれじゃ物足りないなって思って、その後、大阪の川原デザインスクールっていうところで、ねえー、またデザインなんかを学んだりしていました。それは、あの、お子さんさんにいらっしゃいますけれど、出産された後っていうことですか、えー、まあ、学校行ってるのは、まあ、独身の時だっ たんですが、あのデザイン学校の時はもう結婚してからで、<え>で、しかも。第一子が生まれる前というか、妊婦中だったんで。<え>結構、なかなか大変でしたね <laughs>。で、その。 まあ、通われて、うん、でもそこからも子育ても始まりますよね。そうですね。そうすると、その、すぐに作品を生み出してっていうのってなかなか難しかったんじゃないかなって思うんですけれど。はい、とりあえずというか、絵が描くのが好きだったし、それで、なんかちょっとどっかイラストぐらい描けたらいいな、程度 <laughs> で始まっていたんですね。それで、長男が未熟児だった。 たんですよ。えー、この前やった子なんですよ、はい。ああ、がだけでご挨拶させていた、はい、2キロなかったんですか、彼は。あそうだったん,んですか。ね。しかも、あの、へそのおふたまきしてましたから、私、トカゲ産んじゃったかと思ったぐらい、<笑><笑>ビールパール その蓋巻きしてて、えー、で、44センチの子がキュッてこう、ね、ちっちゃくなっていると、本当に小さくて、うん、で、そのまんま彼は、まあ、未熟自室ということで、1ヶ月間入院していて、うん、で、それで退院していたんですけど、やっぱりちっちゃいので、 外に行くこともできずに、えー、保健室さんが未熟児訪問っていうのを来るわけですよ。で、その時に、えー、私、あの、まだ学生やってましたから、画材がなざ並んでいたので、どうしたんですかとか言われて。えー、で、それでよかったら、子供の健康とタバコっていうコンクールがあるんで、それ出してみませんって言われて、はい。それがきっかけだったんです。ええ面白いでしょ面白い。人生何があるかわからない。 で、あの、その時大阪にいたんですが、ええ、あの、知事、知事書をいただいて、ええ、で、それで赤ちゃんの姿で、こんなタバコやだみたいな、こう、タバコの上に乗ってやだとか言っているおむつの子の、そんな絵だったんですけれども、ポスターですね。ええ、で、それで、まあ、あの、発想が面白いって言われても、私にとっては面白いも何も、 <laughs> そのまま本音じゃないですか。<laughs> うん、赤ちゃんがいる環境で、タバコ吸わないでっていうのが。で、それで、知事長をいただいた後に、各新聞社等とインタビューを受けまして、ええ、で、そのうちの一つに、産経リビング新聞というのがありまして、はい。それで、そのインタビューの後に、すいません、ちょっとイラストレターなってくれませんって言われて、はい。なんか、うっかりなっちゃったんです美しい展開ですね。 何が起こるか分かんないですよね今思えば、えー、その時ってやっぱり子供ちっちゃかったのですごく病気がちででやっぱりその時もね入院してたんですよ肺炎で、えー、あらでそれでたまたまそのインタビューの時にちょっと夫にお願いして病室を出ていくんですが、えー、1>, 1歳なったかなったかぐらなってないかぐらいの時の入院だと自分でグイッてこう。 何でしたっけあの、あ点滴ええ。と取,取っちゃう可能性もあるわけですよ。はい、えー。なので、寝れないんですよ、お母さんは。ええー。ずっと見てないといけないんですね。はい、えー。だから、ベビーベッドのとこにもこう、腰掛けながら、一週間ぐらいやると、もさすがにもう、ヘロヘロしまして。えー、でも、その時に、なんていうか、こう、白ら,らと開ける朝を見ながら、えー、あ本当にこの、開けない朝は、ないな、っていうのを、なんか思いながら、えー、えー。 ちょうど春だったんですが、その時の桜の、こう、眩しさというかね、外の空気を一週間ぶりに浴びて、家、家というか病院でも悲惨な感じなんですが、うん、一歩そうやって外に出て、こう、花々しいみたいな感じでインタビューを受けていて、うんうん、で、また、すごい暗い病室に帰っていくっていう、<laughs> <ー>なんかね、すごいね、面白かった経験ですね。でもそうやってお母さんをやりながら、また、うん、 ねお子さんの面倒も見ながら、でもそうやって同時に絵の方にも導かれていってっていう感じの。いや、面白いですね。ね<ー>もうやっぱり子供が導いてくれたのかもしれないですね、今思ったらね。私物書きもやりますけれども、はい、それもさ試して選んだ自然流子育てガイドっていう、もともと子供たちが生きてきてよかったって思える環境。うんそして、 なんか、生きるの楽しいと思っている子供たちになってほしいなって思う、その思いが、まあ、環境問題ですとか、食のことですとか、いろんなことやっていて、えー、で、そんな、まあ、作作ってやってたんですが、えー、その、そのいろんな。その、起人として。うん、なんかわかんないんですけどね、そうなっちゃった。 たんですね。えー、で、それで、まあ一番最初作ったサークルってか子育てサークル、別に私作るつもりなかったんですが、<laughs> あの、たまたまほら、保健師さんが未熟児訪問で来ますから知り合いだったわけですよ。はいはい、それで連絡役お願いしますとか言われて、で、あ、わかりましたって言ったら、200人の会員になっちゃいましてね。えー、それで全国のモデルケースになっちゃったんですよ。 あの、皆さん参加されている方は、子育て中のお母さんたちそうです。ベビーちゃんとお母さんです。えー、で、それで、まあ、2週間に1回、いろんな企画をやりながら、でも、200人だと、うん、あの、ね、いっぺんに集めれないので、それぞれ各ブロックごとに4つに分けて、で、そして、まあ、合同でやるときとかって言って、いろんな運動会やったりとか、えーえー 台所から命を見つめるっていうような、そんな、あの、取り組みやったりとか、んなんかね、そんなことしていて、で、その、その、ま、やってきた資料が山ほどありますから、えー、資料っていうか勉強したものとか、はい、それを、ま、本にしてくださいって言われて、えー、そしたらなんだか、ちゃっかりあの、作家もなっちゃったみたいな、<laughs> なんかそんな、<laughs> あの、ね、だから子供が、あ,<ー>あの、 導いてくれたのかもしれないですね。えー、いや、でも面白い、その人生の展開って。面白いでしょだから、ね、なろうと思ってやってたっていうより、気がついたらそうなっちゃったっていう感じなんですよね。うん、じゃあ、もともとみゆきさんってこう、なんとしてでもこれを人生やりたいとか、そういう感じではなかったですかない。<laughs> ない。<laughs> じゃあ、気づいたらそういう環境に自分が置かれていったっていう感じですかですね。なんか目の前のことをやってたらいつの間にかそうなっちゃったって感じですよね。今でもそういう感じですかはい。<laughs> なんかこう古典でこういう感じにしてとかこう自分のビジョンがこうでとかっていうよりは。ない。えごめんなさい。なんか質問するの困っちゃいますよね。いや、ないんですよ。 でもそうやって、なんかこう、予定されている場所に入ってこう、席がまるでこう、用意されてたような感じですもんね。なん、なんかね、その、私自身の、ある意味、夢とか希望って、特にないんですけど。<laughs> ね、<ー>で,でも、大いなる意志っていうのかなええー。ね、ことたまのたまですね。ええー。そのたまの望むように、生きたら、 うまくいくことを知っているので、それがたとえ悲惨なことであったとしても、その深いレベルでは予定通りの最上のことっていうことを心から信じきってるっていうか、うん、信じたいんじゃなくて、うん、そういうもんだと思っているので、はい、うまくいかないはずがないことを知っているって感じです。小さい時からもう知ってたんですか多分分かってなかったと思うんですけど、でもちゃんと変わった子供だったみたいです。 <laughs> はい、ど、どんなお子さんだったんですか <laughs> あ、ぽやーっとしてた、うん。母親とかは、この前北海道で、私、出身北海道なんで、久々に実家帰ったんですけど、えー、ちっちゃい時から全然変わってないって言ってました。<laughs> <laughs> 今の感じの。今の感じのままで。<laughs> でもそれこそ、あの、さっきちょっとこのね、収録前に、あの、まどこちゃん今いくつなんていう話から、うんうん、あの、地球年齢はね、なんてボソッと言ってましたけど、うん、つまり地球年齢じゃない宇宙年齢みゆきさんおいくつなんですかって思わず聞いちゃいましたけど、うん、今まあ私たちここ地球にいますけれど、うん、そうじゃない、その見えない奥の歴史というか、<laughs> うん、歩みっていうものも、みゆきさん自身は 記憶とかってありますかまあ、なんて言うかな。私の中では、もう人は多次元だと思っているので、えー、私だけではなく誰もが。そしてその根源は大いなる一つの位置なるところ、ゼロ、あの、物理で言えばゼロ点エネルギーとか、あるいはゼロポイントフィールドと呼ばれている広大無限な量子の海、 が私たちのふるさとだと思っているので、えー、そこから見てしまうと年齢もなければもうただあるということになると思うんですね。えー、で、同時にそこから意識が旅をした中で、えー、この宇宙、 にも存在しているし、この地球の中にも一部意識が存在していて、この地球の中に存在している意識の一つを、えー、こう、ハセクだと呼んでいるっていう、そんな認識なんですよ。はい。そうすると、先ほどおっしゃった、その、一見、ネガティブというか、マイナスなような出来事も、うん、結果往来にもう決まっているっていうのは、もう、それはそういう、 ものだからっていうことですかそうじゃないことあるんですかなかなか、例えばそうですね。まあ、子供が病気になりましたってなったとしても、うん、その時はこれは結果オーライだってなかなか思えないじゃないですか。そうですよね。とか自分がもう、這いつくばるような具合悪い時に、うん、絶対にこれは大丈夫って思っていたくても、うん、体がついてこなかったり、うん、それによって気持ちも引っ張られちゃったり、うん 結果、おらいに違いないと思っても、土砂降りの時は、ああってなんか気持ちが落ちちゃうような、うん、それが人間じゃないかなって思ったりもするんですけれど、うん、でもそこすらも含めてもッ OK ってみゆきさんは思ってるわけですもんね、最初から。例えば、叩かれたら痛いし、具合が良かったら嫌だし、普通に人の、えー、あの、心の活動なので、うん、た、だから、 <laughs> 大丈夫って言うんでしょうかね。で、それ、それと成長とは何ら関係がないというかな。そういう出来事を通しながら、うん、私たちの魂といいますか、この命は、この命の旅をして、で、日々成長しているので、えー、あの、まあそういう意味では順調だと思ってます。えー じゃあ、例えばこの番組聞いている方の中には、まさに今が人生のもう底辺じゃないかなって思ってる方もいらっしゃると思うんですけれど、なかなかね、そういう時って、まあそれでも家庭だって思いづらい状況だったとしても、うん、明けない夜はないっていうことなんですかね。そうですね。本当にそうです。あの、すべては変化していくものなので、えー、それは一つの要態 であり状態なんですね、えーえー、状態そのものがその人ではないんです状態は変わりゆくものなので、えー、それでもちろん落ち込んでもいいし、うん、例えば怒ったらダメだとか悲しんだらダメだとか落ち込んじゃダメだっていうことでは全然ないんです、えー、落ち込むときはちゃんと落ち込んでいいし怒っていいしただずっとそれを続けてるの疲れますでしょそうですね、うん、飽きたら終わろうかみたいな感じですねだってそれこそみゆきさんは あの、脳卒中れれ。あ、そうですね。で、うん、倒れられて、それが何年ぐらい前のことですかえっと、40の時だから、今から16年前ですね。そうすると、子育てだってまだまだ。まだまだまだ。もう、もう大変な時ですね。友達のお家に子供たち、友達ともらいました。<laughs> その時。はい。ちょうど引っ越しの時だったんで、ええー。すぐ <laughs> 言えなくて <laughs>、えー。ええ <laughs> はい。 あの、どういう状況で分かったんですか本当にこの引っ越しの、まあ前日だったんですけども、いよいよさ荷物の最終っていうか、で、夫は出張でいなかったんですよね。はい。それで、まあギリギリになって戻っては来たんですが、とにかくいない状況の中で、ちょうど沖縄に引っ越しだったんで、<ー>で沖縄に引っ越しってね、はい、あの、コンテナ荷物で行くんですよ、船の。は,はい。 そうすると、コンテナ一つに入る量がやっぱ決まってますので、うち子供三人いて、で、夫も私も机を持っていると、机が五つになっちゃうんですね。あ<ー>それだけで、袖と布団しか入らないっていう状況だったんですよ。はい。というわけで、あの、もうほとんどすべて断捨,離断捨離して、あの、捨てないといけなかったんですね。えー、で、そんなことをこうやっていたり、あとはちょうどそのカレンダー等々を、あの、本とかの仕事が重なってて、もう、 一ヶ月半ぐらい睡眠二、三時間だったんですよ。そしたらちょうど引っ越しの前日にですね、びっくり腰になりまして、はあ、荷物をグイッて思ったらピキッて言って、動けなくて、はあはあ、で、それで仕方がないと思って、私初めて病院に行ったんですね。ええ、ただそのまんま病院行ってでっかい注射を打って行ったとかって思いながら、あもう早く帰ってまた鈴木の中片付けなくちゃって言って、立ち上がったらもう記憶がない。 じゃあ倒れちゃったんですかん。倒れちゃったんです。病院だったから良かったですね、そうなんです。たまたまぎっくり腰で見てもらっていた。そえ、それで倒れて、うん、引っ越しの前日に倒れて、倒れて、そのまま救急車で運ばれて、うんはい、横浜の市民病院かなまあ、行って、ええ、で、入院してました。じゃあ、どうなったんですかその沖縄への 移動は。<あ>それで、まあ、結局行けませんよね。えー、で、でもまあ、荷物って一週間はかかるので、船だと。はい。だから、その間に何とかせない,といかなかったんですが、は、えー、い。私はもう病院でして、子供たちはお友達の家にいて、引っ越しの当時から夫が戻ってきまして、はい。いや、奥さん大変ですよ、みたいになっちゃって。あ<ー>っていうのが、16年前の話ですね。 その時は、入院はどのぐらいされてたんですか一週間です。え、一週間で退院できたんですか退院できたんですね。あの、4日目で、なんか動いちゃったんですよね。<laughs> 動いちゃった <laughs> えその時って何をマジックしたんですか、はい、いや、マジックっていうか、動かないままなんか熱とかもあって、本当に動けなくって。で、それであ、あ、私、これからそのハンディキャップの人生なのかなって思って、 た、はい、多分死ぬことはないだろうな。けど、いろいろ PTA とありましたから、<ー>なんか不便だなって思っていて、<ー>対抗してもどうしようもないんですよね。なんか動かないから。だから、精神的にどうこうっていうことで、ことよりも、じゃあ具体的にじゃあどうしようかなみたいな感じのとこまでこう気持ちはなっていくわけですよ。はい、で、そうするとまあ、諦める。 そこからスタートせよってことかな、なんて思って。はい、で、ちょうどそれが4日目の夜だったんですけれども、うん、ちょっと不便だけど、でも、まあ、うち転勤族だったんで、まあ、そこからスタートするしかないか、と思って。で、それで、まあ、夜、お布団に入りながら、今までの人生をね、振り返るわけですよ。はい、それあの、病院の入院中ですよね、うん、まだね。個室だったんで。は,はい、はい、はい。それで、いやでも、五体満足で産んでくれたのに、ちょっとこう、両親には悪く、悪いことしちゃったな。 って思ったら、だんだんね、泣きたくなってきましたよね。はあ、で、あと、体、本当は、休みたかったんだろうなって、今まで、今日できることを、明日に伸ばすなっていう心情だったんです。だから、夜中だろうが何だろうが、今日やるタスクを終わ,して終わらしてから寝るってことをやっていましたので、はあ、で、それで、あの、細胞さんと、 そして両親にもうちょっとごめんなさいってことをやったんですよ。<ー>あの、体の細胞さんには頭の先から、こう、本当に足爪の先までごめんなさいってことを言っていって、いやー、申し訳ないことしたなって、さ、本当はあなたたち休みたかったんだよねって思って、うん、なんかちょっとポロポロ泣いて。泣けちゃいますね、うん。いたら、なんか一通り言ったら、なんか体の内側から、 それでも、あなたのことが大好きなんだよっていう、なんかね、体がね、話してくれた気がしたの。それで、ちょっとびっくりして、あ、こんなにいじめていて、世間的には頑張らなくっちゃっていうのは立派かもしれないけど、細胞から見たら全然立派じゃない。だけど、酷使されるわけですもんね。そうね。それでも、好きでいてくれるんだなと思ったら、ありがたくって、それで、 今度は、あの、また同じように、こう、頭から、あの、足の先まで、ずっと、脳さんありがとうとか、名さんありがとうとか、ずっと言ってったの。そしたらですね、なんかね、すごいね、綺麗なビジョンが浮かぶっていうか、あ、脳ってこんなに、青く、うん、輝いているんだな、とか、 肝臓って、あ、やっぱり赤かったんだとかね、こうね、姿が浮かぶわけですよ。<ー>でそれがね、全部美しいの。<ー>もう、うわ、本当に私たちはミクロコスモス、宇宙を抱いてるんだって思って、<ー>ありがとうって言いながら、寝ているうちに、まあ寝ちゃったんですけど、<ー>で、それで次の朝起きて、なんかすごい、まあいい感じの夢見てよなと思って、こうちょっと、 神を触ったら、それが動かない左半身だったんです。なんかね、えー、動いてたんですよ。えー、<laughs> ということで、お医者さんびっくりしましてね。そうでしょうね。うん、医療現場の方が皆さんびっくりでしょうね。 でも、緊急検査になりまして、もう,そう、え、え、とかって言ってね、院長先生、数ぜで落としてね、だ、だ、大丈夫ですかって、動いちゃったんですとか言いながら、<laughs> なんて言っていいか分かんなくてね。でそれで、その後、3日間検査した後、呼ばれまして、<laughs> 何もないんで、出てってくださいって言われて、というのが、私のあの、脳卒中体験ストーリーです。はあ、そう いやだって現代人は酷使してますよ、みんな体を。うん、で、ついつい体の声よりも、今頑張んなくちゃとか、その。いや、頑張るってね、やっぱりね、うん、その自分のその体験から言うと、あれって効率悪いですね。やっぱり頑張るって顔張るなんですよ。ええー。だから自分という外側のこの表面意識のそこだけの力だ、力だったらやっぱり弱いんですよね。うん、けれども、 本当にこの体のその時の対話の中で気づいたのはもう頑張るではなくて命を喜ばしてあげようってでそしてまああの死ぬまであのちゃんと死ねるなと思ったんですけどねその時、はい、でそしてこう吸って吐いて吸って吐いて最後すっと息を吸って そして、この地球を卒業するまでに、そしてこの地球服を脱ぐまでに、えー、私は、あの、これからの人生をお祭りにしようって思ったんです。はあ、じゃあ、その経験から全然生き方が変わりましたね、きっと。そうですね。の中の感覚も変わったでしょうし。うんうん、その時の体験、ま、それまでもちゃんと、まあ、ちょっと変な子でしたけども、それがより、あの、私の中の画を取る作業っていうんですかな。 あの、頑張るっていうんじゃなくて、命が喜ぶように生きるのに完全シフトしたきっかけがその脳卒中体験だったんで、ん今思ったら本当に貴重な体験できたなっと思います。そうですか。いやね、その時はだから、どうしようってだって3人のお子さんもいらっしゃるし、まさにこれから引っ越しっていう時だし、うんうん、なんか自分で置き換えたら、 いや、どうするのってなっちゃって、そこまではなんなかったかなっていうか、これどんな宇宙の計画かなと思いましたね。でもなんか、宇宙の計画っていうか、魂の計画、命の計画って、<ー>何か一個クリアするためだけにあるんじゃなくて、えー、まさしくバウムクーヘンのように、<laughs> もう全部美味しくなって、もう全ての層にわたって、<laughs> その人が、 より豊かになっていく、より素晴らしい明日を迎えていくための布石だと感じているんですね。ねなので、より本当にポーンとジャンプするときっていうのは、大抵、ここで言えばネガティブと言われている、心がキュンとなるものの方がジャンプできる、ねまあ、クオンタムジャンプできる、その体験であると思っています。いや、それぞれの状況で多分聞かれている方は、 ご自身のなんか状況に重ねて聞かれてるんじゃないかなって思うんですけれども。ありがたいですね。あの、だから本当に今、悲しみとかね、辛さの中にあったとしても、私の中では人生における失敗はないと思ってんです。未熟はあるかもしれません。でも、じゃあ人生における何があるのって言われた時に、成長と成功しかないと思ってます。 そういう風な目線で人生を改めて見たら、全然違う感じ方ができますね。はいはい、どうして今こうなっちゃったんだろうとか、なんで自分だけこうなんだろうって、ついつい人って思いがちですけれど、うん、全然違う側からのアプローチですもんね、それって。うん。でも本当にそうなんだ。 <No. 笑> ああ本当にそうなんでしょうね。<laughs> そう。えー、一見それが、うん、あの、こう、ストッパーのように見えたとしても、うん、それが、まあ、うまくいかないっていうことがあったとしたら、それはもともと必要なかったのかもしれないし、はい、もうその場所ではないのかもしれないし、うんで、あるいはまだ時期が整ってないのかもしれない。うんね、でも それはその人の人生における今一番いいことしか起こってないんですよ。で、そこを信じるっていうのかな。そうなんだなっていう感じで自分の見える視点を捉え直したときに、本当に振り返ったときに、あ、このことがあったから今の自分があるんだというふうにやっぱり思えると思うんですね。ぜひイメージでですね、望む、例えば10年後、 あるいは今年の終わりでもある地点をイメージしていただいてでそこにいる自分が本当に光り輝いて会いたい人と会えていて最高の自分をイメージするんですよで風は未来から今に向かって流れていますからその自分が手を広げてさあこっちだよって まあ、その途中にはちょっとね痛い風もあるかもしれないけどでもそれによってさらなるこの道が開けるんだよというそんな風が吹いているんだなそしてその自分が、えー、まるでどこでもドアのようにですねそのドア向こうにいてでそして手を差し伸べてるとイメージして暮らしてみられるといかがでしょうか。 とということで前編は長谷倉美幸さんの「人生の流れ」ですよね、えー、中心に伺ったんですが後編はいろいろなところでその講演会などもされたり執筆活動もされていて、はい、ご専門でいろいろとお伝えされている内容について後編改めてじっくり伺おうと思いますのでよろしくお願いします。えー、ということで長谷倉美幸さん前編でしたどうもありがとうございましたありがとうございました。